宮迫です。初登場、矢上沙羅さんです。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、矢上沙羅です。オカモを始めてそろそろ32年目ということで、ついにこちらのチャンネルに、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。何でも喋ります。何でも、そう、あのカメラ回る前にね絶対に放送できない話ばっかりしてた。そうですね、言えなすぎて先に喋りました。そうですよね、はい、あのっていう言葉が8回出てきました。やっぱり大きいおっぽっていいよねっていうことです、ね、のただのではなく、はい、スーパー大物の話ですよね。スーパースターのやっぱり最高だったな。ダメなんですよ。それさすがにね、YouTube でもちょっと公開できませんけど。その方出すだけではなく、ご自身でもっていう話ですね。そうなんです。いや、そうね、はい、私たちが舐めるだけでなく、私たちのキャストのスーパーをスーパースターが舐める。ダメです。ダメなんですよ。ダメ。ずっと毎年シャンパンタワーしてくれてる仲のいいお客さんがいるんですよ、はい、で私その人のことちゃんと好きだったんですよ。でも一回も抱いてくれなかったんですよ。だからなんかそういうプレーなのかなと思って、私なんかずっと我慢してたんですよ。でなんかある時なんか私がどうしてもディズニーランドのデートがしたくて、ディズニーランドに行きたいみたいな、で宿まで取ったんですよ、はい、でそれで2人で車で迎えに来てもらってディズニー行って1日ラブラブデートをしたんですよ、はい、超幸せで、ホテル着くじゃないですか、うん、で部屋入ってなんか一緒にお風呂入ろうみたいな言ったら、え無理え？こんな密室に監禁してお前アルソック呼んでって言われたんですよ。やばくないですか？えみたいな。で私もあの追いつかなくて思考回路が、えどういうことみたいな。いやいやだから泊まりじゃんみたいな。でも結構ユーモアのある人だからそういうことは定期的に言うんですよ、うん、でもさすがに1日ペアルックディズニーしてるし、え今日さすがにないよねみたいな。でもえ怖い怖いみたいな、早く警備員呼んでみたいな、え、いいからみたいな、いや襲わないしとりあえず一緒に寝ようよみたいな、え、やだみたいな、俺女がいいとかって言い始めて、え、ちょっと待ってみたいな。デートしたのにね。そうで私はそこで3時間泣いて、でその泣いてる途中横でその彼は、うん、あの投げ銭をずっとしてました。だから多分もう S が一周回りすぎてよくわかんない領域に行ってるんですよ、その人は。結局その目的が分かんないですよ、彼の。でもやっぱり夜食にはそういう人がちょいちょいいるんですよ。目的が分からない謎男性が。いるわ、いるわ、いますよね。いるよね。これはね、あるんですよ。夜食あるあるんですよ。あるわ、確かに。そうなんや、うん、そう。しかも私も体も女性になってたんで、全然普通に夜の生活はできるんですよ。だから、ですよね、ずっとお預けされたまま、アルソック呼べって言われて投げ銭されて終わりました。そういうことですね。終わり、で翌日普通に起きてその彼の運転する車に乗って帰りました。その後はその後も普通飲みに来てました、でその後もシャンパンタワーしてます。私昔、夜食のデビューが、今は六本木なんですけど歌舞伎町でデビューしてます、はい、で当時あのヒゲガールっていう、あヒゲガール、はい、有名なお店で私はデビューしたんですよ、はい、でそこで1年半勤務して卒業したんです。で当時あの就職先が決まってたんですね、はい、普通の昼食でそこに入るはずだったんでそうやって言って辞めたんです。でもそこがなくなっちゃったんで、その話が夜食を今も続けてるんですよ。それがまあ人生の転機なんですけど、うん、そういう読み方をしたっていうことにされてヒゲガール一生出禁なんです。よくないですか。そろそろ入れてほしい。なるほど、ね、初めて言っちゃった。出禁なんだ。そう、私結構いろんなメディアで、デビューはヒゲガールなんですみたいな言ってるんですけど、出禁なんです。入れてください、お願いします。私でも喋れそうなやつだと、うん、なんかその後に働いた女の子のお店があるんですよ。女の子のお店で働いたんですね、3年半ぐらい。その時になんかあの独立するってなって辞めますって言ったら、怖い人が出てきてルノワールに1ヶ月毎日呼ばれて、で六本木に行くことになったんですよ。歌舞伎町独立したら殺されそうだったから。そんなのあるんだね。ありました。まあ、銀座も昔ありましたよ。何もそしたら囲まれて辞められないっていう、ありました、ありました。結構あるあるですよね、うん、独立って難しいんですよ。あ、そうなんだ、うんうん、そこに抗えた人だけが多分この世に独立してるってことです。ピーだけ、ちょっと本当にピーあの、ピーの個人メール始まる前のやつ、あれいいなんかこれ完全ピーやろ。あれ行くの、完全ピーの、なんか日本でとても有名なね方なんですけども、はい、あの、よくねすごくまあ仲良くしていただいてるんですけど、はいはいはい、あの例えば自分のね
をこうしゃぶらせるぐらいだったらさ、はい、まだあるあるなんですよ。うちだったらね。それもないけどね。それもないよ、普通は。なんか、うちのおかまちゃんたちのボッともちょっと気になってきちゃって、酔っ払った勢いでしゃぶってました。はい、ダメダメダメ、はい、終了です。はい、私が消されちゃった。いやでもさ、実際どうでしたか？大きいんですよ。すっごい大きい、ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。